カラス山川、緑道カラス山川、緑道目黒川起点。右から北沢川が、左からカラス山川が合流する。カラス山川は、東京都世田谷区内をかつて流れていた二級河川で、目黒川を形成する支流の一つ。1970年代以降、ほぼ全面的に暗渠化され、ほとんどが月水道へ転用された。近年は暗渠部の緑道化が進められ、 カラス山川緑土と呼ばれている。カラス山川も北沢川も奥の源流は玉川上水に近く、かつては複数の場所で玉川上水からの通水が存在していた。世田谷区北カラス山にある高原院のベザイ天堂の池が現在はカラス山川本流の源流とされている。北カラス山四丁目十二番地の中央と南二つの 流れが東に向かい、松葉通りで合流。幻、寺市寺の北と、都営カラス山アパートの中を通った後、玉川上水からの流れを合わせて、南に曲がる。木の公園の東で再度東西二股に分かれ、それぞれカラス山松葉通住宅の中と東端、そして露過公園駅の西端踏切と駅の下を、くぐって、露過公園団地と、 カラス山南住宅の間で一度接続した後、また南北に分かれて東に進み、世田谷区立路か小学校、中学校の北西で合流する。ここまでの二股区間の一方が人工用水か、どちらも天然河川かは不明。カンパチ通りを渡り、八幡山駅南西からの流れを合わせて南に向かうが、この付近は途中区間が離れている北沢側の源流である。 将軍池から八百メートルほどと近く、かつては両河川の水量を調節する用水が掘られていた。明治大学八和田山グラウンド西付近から長らく南東に進み、希望が丘団地で西北西から流れてきた水無川と合流する。共同駅南から東に向きを変え、鴨もめ学園の北や宮の坂駅の南親や,や打魚をしつつ進み、上町駅の北で、 桜2丁目と桜3丁目からの支流が合流、世田谷城市公園の南から国士館、大学世田谷キャンパス内を S 字カーブで通過、若林駅から東急世田谷線の北をほぼ並行しつつ、西大指導駅付近から北東に向きを変える。三宿2丁目、池尻3丁目、池尻4丁目において、西から流れてきたカラス山川と、 北から流れてきた北沢川が合流して、東に向かう目黒川に名前を変える。流路延長は 11.70km。カラス山の寺所を訪ねて30から31ページ。ありがとうございます。